はい、皆さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。こんばんは。あれ夜間学校だったかな、ここ。おやすみなさい。定時制？今日定時制ですか？おやすみなさい。今日喋ってる人、どんだけいるっけ。まあ、こういう学校セットに来たんですけど、今日は、去年の4月だから、大会ドライブ級をやっていきたいと思います。名前はどれぐらいですか？じゃあ最初に簡単にルール説明しますか。前回問題がすっげー難しくて、その誰も答えられないっていう問題が多分10問ぐらいあったんで、前回の問題から10問、あと新しく作ったやつを4択で10問出します。はい、予習ですね。復習ですね。復習、あのドライト級の動画を見れば全部わかるんで、最初の10問早押しなんで、そこのブロックに出てくるボタンを押してください。そうすれば回答権が入ります。よっしゃ、やるぜ。で、正解すれば1ポイントで、今回は減点はなしです。不正解の場合の。ないの？前回ね、ないの？もうマイナス50点とか言ってる人いたからね。本当にもう、わけが分かんなかった。ポイントのね、1問多答問題は今回ないですけど、前回それやったら、あのどっかのゲームズイニミってやつが、ちょっと30点ぐらい取ったんで。あれ、間違えた人燃やしてくわ。あっ、お前、床燃える、床燃える。それでは、いきなり問題に移らさせていただきます。はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあ、第1問。1問、キャップ。はいはい。はいはい、ムーさんです。クイズ王もびっくり。デッサー、デッサー。ドライトさんのチャンネル名は。早すぎる。これはね、あのボイチャ勢も打ってください。これに関しては。お願いします。そうだね、細かいところが。とりあえず、ムーさんはドライトのゲーム実況チャンネルと落ちました。ちゃんと全部合ってる。ああ、どこ？チャット見たらわかるよ。うん。俺、あれ？あ、俺ムーシャンとフレンドじゃない説。正解。正解。わあ。わあ。はい。フレンドじゃなかったらごめんなさい。これね、ドライトのゲーム実況チャンネルのドットなんだよね。ピリオド。本当これ最初見たとき、本当うざいと思ったわ。時間ないんで、ハイテンポでいきまーす。はい。第2問。あ、待った、本当に。ランズマさんです。皆沢さん、略さずに打ちましょうね。あ、これ意外と答えられない人多いんで。打たなくても答えられない。そっか、今略名、あれが略名か。あ、略名なんだ。そうですね。むちむち。今のうちに準備しておけば、チャット。PC でとかどっかにさ、打っておいて。いや、俺さ、誰もフレンドじゃない。ムーシャップフレンドじゃねえよ。自分が判断するよ。うん、今フレンド追加したわ。じゃあこの中じゃ見れないだけで。稲妻さん、回答お願いいたします。略さずです。そうですね、喋っていいですよ。5 4 3 2 1。はい、正解です。はい、ムーさん押せなかった。早い。あれからだ。ムーさん早いかな。ピープルメイキングザファンワールド、もうかん、もうすっげー英語で書いてる。はい、正解です。本当にね、これあんま動画で言ってないね。ジゼルネがピープルメイキングザファンワールドないって言わないよね。たまに言ったりするけど、まあ頻度下がってるの、うん、そうなんですよ。はい、これ前回もね、やったかんね。そう、まあ、ここら辺ね、前回やってる今んとこね、前回やってんのはね。そうです。さあ、やりましょう。第3問、第3問いきます。はい、さあ、来ました。はい、メンバーを答えましょう。まさかの。まずドライトでしょ。はい。ちょっと。え。
なんいや、あの最初から今言ってもらっていいですか。うん、ライプさん、イルベさん、あ、アラジンさん、はい、ごはんさん、はい、イルルさん、イエさん、行ったよ。さんえ今何言った。ちょっと分かんなくなるからチャットでしろと言った。誰これあの時間かかったわ不正解になるっていう悲しい。いいいいよいいよ今のは。まあ猶予時間がなちょっと長めにしたらいい。どうするカウントする。こっからカウント、じゃあ20秒か、20秒ぐらいいこうか。20、19、18、17、16、15、14、13、来た。ハニーボトルハニーボトル飲んでるから。8、7、6、5、4、3、2、1。ではお願いします。だもうパスやったらパスでお願いします。パス、はい、ラケチやったぜ。もう書いてるかなその間に。書いてなかった。おお、まあ、まあ、いやいやいや、ちょっと落ちたから、うん、書いてないと思ったけど。そうだね。開きました。ドライト、シューキ、アラジン、イルル、カー君、ユーナさん、アジさん、サルキチさん、お米ちゃん。あぶねえ、不正解のところ押しかけた。正解。正解です。怖いぞ。それは怖いぞ。怖いぞ、それは。さあ、ということで、続きますよ、皆さん。ちゃんと席に座って。それは実に怖いな。今、ドヤさんを入れ忘れてた。俺とお餅は答え見えてんだよ。うん。だけど、あの俺、正解は分かるよねって言ってたからね。何を言ってんだ、俺はピニングアートナイン結成前から、ドヤさんを知ってる人。名人時代から。一番最初に問い3って言って忘れてた。では行きますよ皆さん。でね、ピュアゴーツさん、はい。WiiU の動画シーズンの中で一番再生回数が多いのは。言われる。これは前回自分が答えましたね。これは覚えてます。そっか、お持ち前回回答者だった。もうここから喋っても大…あ、ピュアゴーツさん喋れない。そう、打ってくれるよ。まぁ、あ、ちょっと長めに30秒ぐらい取ってみましょうか。じゃあ今から30秒です。30、29、28、27、26、25、24、23、22、21、22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 、
だん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 。ちなみに俺がドライさせたのもこの動画シリーズから。イエーイ。あれも思ってたよ。思ってたよ。結構ね、動画伸びたよな、あれ。あれはすごかったな。え、でも最初のやつが14万とか15万ぐらいいったんかな、最初のパート1が。結構ね。そっからなんか、10万とか4万とか普通にいってた。あれは本当にパート1のすごかった。そう、パート1がすごい多くて、他のもちょっと他のパートも多かったということです。はい、シリーズの一角なんだよね。そうそう。じゃあ行きます、第5問。はい、早い。ムサです。早い。一番古い動画のタイトルですね。あの、完璧に言えたら2点あげるわ。おチャンス。さあ、これ遡るのクソめんどくさいんだよ。前回なんか全部遡ったっていうことを言ってたからすげえなと思ったけど。あれ、遡んなくても古いのから見れば一発なんだけど、だから見ちゃダメだよ、お前。じゃあ、あと30秒。20、28、27、26、25。じゃあ、ホットさん。23、22、21、5と消えた。19、18、17、16、15、14、13。来ました。ドラクエ10基礎知識講座キラキラ編。おこれあれ、さあどうだ。前回もやってましたけど。